こんばんは。福岡市南区辻田ピアノ教室のドルチェの辻田陽子と申します。今日は、2回目の配信になります。朝配信しようとしたんですけれども、誰も入っていらっしゃらなかったので、ちょっと寂しくなって、で、YouTube の方が、なんか顔が映らなかったので、ちょっと難しいのかなと思って、ちょっと操作したんですけれども、顔が映らないとちょっと、と思って、ちょっと配信を取りやめました。で、今、YouTube の方は、真っ暗の中に、喋っています。なんか、カメラが機能してない、みたいなんですね。で、今日は演奏はしません。で、なんか、やっぱり先生方がね、入ってこられなかった時のためにと思って、もし、っていう時のために、ちょっとね、ピアノ心の保健室のお話をしたいと思います。で、ちょっとね、話が長くなってしまうかもしれませんが、私がピアノ教室を、やろうと思った思い、または、今もね、続けて、どういう思いで続けているかっていうことをね、お話ししたいと思います。昨日もお話しした通り、たくさんのね、生徒さんに、音楽の良さ、ピアノの良さを伝えたいっていうところは根底にあるのはね、他の先生方もね、一緒だと思うんですけれども、一番の、思っているところはですね、いつも私、息子の話をすると思うんですけれども、今日もね、ちょっとね、息子のことで、ちょっとね、とてもね、嬉しいことがあったので、その話をね、ちょっとしてみたいと思います。子育ての話についてもね、きっと、子供さんの色、先生も多いんじゃないかなと思うので、ちょっとお話しさせてください。私はアラフィフなんですけれども、娘が、今、第二教室でピアノを30人教えている娘と、私は40人今教えているんですけれど、計70名をね、二人で教えていますが、娘の方は、切迫流産で、帝王切開でね、普通に、産んだんですけれども、なんか息子の方は、お話ししたことがあるんですけれども、転勤先の、東京慈恵医大っていう病院で、500グラムで生まれました。で、私自身も、出産当初ちょっと意識がしばらくなくて、で、3日ぐらいはちょっと意識が不明だったりとかして、で、カンガルケアとかをね、しながら息子をね、育てていったりしたんですけれども、息子の方が結構ね、ちょっとやっぱり子育ての方が、極小未熟児で生まれたので大変だったっていう話もちょっとしたことあるんですけれども、子育てで一番大変だったのは、やっぱりちょっと、お姉ちゃんも癇癪持ちで、頭蓋骨骨折を1歳半の時を起こしたって話をしたと思うんですけれども、息子は、ガラスに飛び込んでしまうっていうか、ちょっと癇癪を起こして、いきなり癇癪を起こしてガラスの窓に飛び込んでしまうっていう癖があったんですね。で、東京の転勤先のマンションはガラスがちょっと薄くて、賃貸で会社が、社宅だったんで、借り上げてくれたのかな、社宅だったんですけれども、そこに、3回ほどね、癇癪を起こして、突然ニコニコしてたのに、後ろ向きに走り出して、ガンって、ガラスに、体ごと、ぶつけたことがあったりしたので、で、それでね、救急車で運ばれたことが3回ほどありました。でもなんか、そういう時も、なんかやっぱり娘を預けるところが、なくて、近所のね、お隣さんとかが扱ってくれたりとかしたんですけれども、私は救急車に乗って行ったんですけれども、なんか娘の方は乗れないっていうことだったので、そういう中で子育てをしていました。で、でもなんか私としては、結構、独身時代に保育士の仕事もしていたし、ピアノ、結婚したらピアノの先生になりたいと思って、ヤマハに勤めたりとかもしていたので、やっぱり、そういう子供がいても、子供が4歳になるぐらいにはちょっと働きたいなっていう気持ちが出てきました。で、働いている保育士さんにちょっとね、相談とかして、
だったら、そういう気持ちがあって、もやもやしてるんだったら、保育所に預けて働いてみたらって言われたので、意を決して働こうとしました。で、ちょっとね、金銭的にも、医療が結構、息子の方は毎日注射をしていた話もしてたと、過去にしましたが、なんかその注射代っていうのが、ちょっと、とても、値段が高くて、そういうのも、で、私が失敗して、その注射を凍らせてしまって、もう一度保険なしで買わなきゃ、購入しないといけないこととかも出てきたので、それでなんか働こうっていうふうに決心したんですね。で、その時には、実は保育所に勤めたいなって思いました。で、市役所に保育所の、希望を出したら、もう次の日に来てくださいって近所の、市の保育園から、非常勤でいい話が来たんですけれども、なんか、たまたま息子が、申請を出していた、保育をしますよっていう保育所と、私が勤務を、雇用が決まったところが同じ保育所だったので、同じお母さんがいる保育所では子供を保育することはできないっていうふうに園長先生に言われて、預けるのか、それとも、預け、仕事をね、するのかどちらか選ぶようにって言われたので、はい、私の方は、私が選んだ方は、まあ、息子を、まあ、ちょっと預けたいということだったんですね。で、そして、下配って言って、下配の先生って言って、特別にちょっと、保育を一緒にしてくれる先生が、一人ついてくださるので、普通の園児さんを見る先生以外に、うちの息子を見る先生が一人ついてくださったので、なんかそちらを希望しました。そして保育所で働こうと思ったんですけれども、別の保育所に勤務が、決まりそうだったので、それも相談したんですけれども、そうしたところ、言われたのが、保育士をするんだったら、ちょっと、預かりませんって言われたんですよね。その理由っていうのが、多分体が弱くて、病院、いろんなウイルスをもらって、で、病院通いが続くと思いますで、そうなった時に、お母様にね、対応してもらわなきゃいけないので、お家でできる仕事を選んでしてくださいって。で、ピアノの先生をされてたんだったら、ピアノの仕事をすると思っていましたっていうふうに言われたので、それで、もう、その時には、あ、じゃあ、ピアノを教えるしかないって思ったんですけれども、なんかその、ちょうど同じ良いタイミングで、周りのお母さんから、ピアノ教えてくださいっていうふうに、言われたので、はい。藤子7003ピアノさん、ありがとうございます。見に来ていただいて、ちょっと見てみますね。埼玉県、久喜市って読むのかしら。久しいに喜ぶっていう字を書いて、久喜市かな。トヨタピアノ教室の先生だと思います。ありがとうございます。今、実はどういう思いでピアノ教室を始めたのかっていうお話をしていました。YouTube の方はね、真っ暗なので、はい、なんかね、誰もね、入ってきてないし、カメラがね、作動しているかどうかもね、ちょっとわからないんですけれども、まぁ、ちょっと、500グラムで産んだね、息子についてと、どういう経緯でね、子育てしながら、ピアノの先生をやろうと思ったかっていう話をしていました。福岡市南区辻田ピアノ教室ドルチェの辻田陽子です。よろしくお願いします。それで、で、始めたんですけれども、やはり保育所の先生が言った通り、子供、息子を保育所に預けたところ、500グラムでやっぱり出生児生まれているので、やっぱり毎日病院通いが続きました、午前中は。そして、夕方、ピアノを教える時だけ、自宅で、生徒さんですね。知り合いのお母さんが連れてきた子供さんを教える時だけ、保育所に息子を預けていました。で、それでちょっと口コミで少しずつ人数が増えていって、まぁ、ちょっとホームパーティーができるぐらいの少ない人数の生徒さんが集まってきていました。それで生徒さんとね、一緒にね、やって、
ピアノ教室を楽しくやっていたような感じです。はい。で、先生方にね、どうですね。で、ピアノ心の保健室っていうね、活動をしています。で、その活動を、に賛同した思いっていうのは、実は、やっぱり30年間、生徒を教えてきた中で、やっぱりいろいろなことがあって、やっぱり生徒さん、子供さんであっても、人の命って儚いなって思って、事件がありました。まあ、泣いてお母様がお電話していらっしゃったんですけれども、まあ、やっぱり、今よく学校で会っている、学校で会ってるかわからないんですけど、うちの息子もちょっと経験したことがある、ちょっと、胃がつく、いい目によって命を自分で立たれた生徒さんがいらっしゃいました。なので、そういうこともあって、ピアノ心の保健室に賛同しています。あと、息子が、中学校3年生の時に、私は、息子を、送迎してたんですけれども、行きは私が息子を送って行って、帰りは実は先生が迎えに、車で自宅まで送ってくれてました。3年生の時の担任の先生ですね。ピアピア2222さんありがとうございます。それはなぜかっていうと、中3の時に息子の体に見えないところにあざができて、どんどん増えていったんですね。で、しばらくすると顔にも増えていって、それで、私は気づいたんですね。なので、送迎を始めました。そしたら先生がそれも気づいてくれて、それやっぱり、うちの生徒さんの女の子が、やっぱり自分で、自分の生きる道、命を絶たれた状況と同じような感じで、ちょっと、顔にあざがつくほど、目にもこうガバってあざがつくほどの、事件っていうか、送迎、仙台で地震があった時でさえも一人で20分かかる道を帰ってこれるような息子だったんですけれども、なんか学校への行き帰りの時に体に傷が増えていったので、私と先生が気づいて、まあ、ちょっと命を守るためにっていうことで、卒業式のその前の日まで送迎をしました。はい。で、その時に、まあ、先生は、息子の頑張りをすごく認めていてくれたので、高校の音楽会の推薦状とかも書いてくれました。なので、息子が高校に合格した時には、レッスン中に、走って、私の部屋、レッスン室に入ってきて、靴を履いてるんじゃないかって、土足で入ってきたんじゃないかって思うような勢いで入ってきて、聞いてくださいって、お母様合格しましたって、で、なんか推薦じゃなくて、あれ、奨学金ですね。奨学金で合格しました。まあ、先生が奨学金の推薦状を書いてくれたんですけれども、本当に泣いて喜んでくれたんですね。で、卒業式の時に、その先生が、卒業式の時に言われたのは、やっぱり生徒のことを思う、あまりに生徒のことに時間を割きすぎて、自分の娘の面倒を見られなかったですって言って泣いてたんですけれども、その原因っていうのがもう明らかにうちの息子だったので、でもそんな思いで、やってくれた、担任の先生に、もうとっても感謝したい気持ちで、本当は名前も言いたいんですけれども、名前を言うとちょっとダメだと思うので、名前は言えないんですけれども、この場を借りてご報告したいなと思いました。で、その、ご報告したいなって思ったのは、息子が就職ができる、できることができましたっていうことです。はい。で、それだけじゃないんですね。で、息子はとても心の優しい男の子に育ちました。今日、まあ今までもレッスンの時に息子が
助けに来てくれるよっていう話をしたと思うんですけれども、今日も、男の子が帰る間際に、5分前に、寝てしまって、玄関に寝転がってしまって帰りたくないよ、みたいに、ちょっと、時短だ踏んだっていうか、ちょっとごねたんですね。そしたら息子が、やっぱり階段のところからやってきて、またそんなわがまま言ってるのみたいな感じ。まあ、わがままとは言わないんですけれども、ちょっとお兄さんと話ししようよ、みたいな感じで、なんか、僕ね、体重30キロしかないんだけれど、君何キロあるのって言って、なんかしたら20キロっていうので、じゃあ僕がちょっとおんぶしてあげようか、って言って、なんか、最初ぐずっていった、まあ、年長さんの男の子なんですけれども、後ろにおぶって、ちょっと小雨の中、車のところまで運んであげて、なんか、チャイルドシートに乗せて、こう、ちゃんと、シートベルトもしてあげてっていうことをね、してくれました。で、そんな感じのことが、ちょこちょこいつもあってたんですけれども、なんか、来週は、その息子もとうとう、なんか、就職して、1時間半離れた寮に、入ることになりました。で、昨日、主人が息子と一緒に、そのマンションの下見に行って、カーテンを、ありがとうございます。ありがとうございます。親戚の、はい、方が見に来てくれました。ありがとうございます。ウェーブ返しますね。なので、まぁ、ちょっと、YouTube の方はね、映ってるかはっきり言ってわかりません。なんか電源が一回落ちてしまったし。はい。なので、わからないんですけれども、その暗闇に向かってね、暗い真っ暗な画面に向かって話してるんですけれども、ね、立派に優しい子に育ったよっていうことを報告したいんです。で、やっぱりいじめに関わっている人がいたら、多分ね、その状況っていうのは、やっぱりちょっとボス的な存在の子が怖いとかそういうこともあると思うんです。で、担任の先生に、息子のいじめの現場を目撃して、報告してくれた女の子は、実はもう今この世にいません。ちょっとすごい疲れた顔してますね、私。いないんです。なので、いじめっていうのをね、もう絶対しないでほしいんですね。で、それでね、その場で逃げ切ったと思って、まあ、それでね、将来が約束された、例えば、ね、何もお咎めなしで、例えばいい高校に行ったり、いい会社に勤めたりしても、絶対そのツケっていうのは、後から回ってくるんじゃないかなって、自分自身をね、信じられなくなる時がね、来るんじゃないかなって私は思っています。なので、ま、息子のことをご報告することとともに、それを、それで命を落とす人もいるんだっていうことを知ってほしいなって、なので、これね、聞いてない先生多いと思うんです。今見に来てない先生がね。今日は、その覚悟で話をしているんですけれども。なので、もし、なので、これアーカイブね、残すか残さないかもね、ちょっとわかりません。だけれど、そのことをね、強く訴えたいんです。なんか、重い話になってしまいましたが、なんか、そういう思いでね。で、私が困ったり悩んだりした時に、やっぱりピアノの先生が助けてくれたっていう話をちょっとこの前話しました。で、担任の先生はやっぱりね、一年おきに変わってしまったりとかするんです。でもピアノの先生は変わらないんです。だから、私にいろいろね、親に言えないことも話してくれたりする方もいらっしゃいますし、する方っていうかね。まあ、学年が上がってくれば来るほど、やっぱり、状況が複雑になって、誰にも言えない、親にも言えないっていうことになると思います。息子も、今となっては、話してくれましたが、それまでは階段から落ちたってずっと言い張ってて、登下校中に、ちょっと事故に遭ったとか、そういうことばっかり言ってたんですね。でもやっぱり明らかに傷が増えてきたり、持ち物が破れたり、破損したりっていうことが多くなったので、まあ一番わかりやすいのは、子供さん
の様子がおかしいなって思ったら、子供さんの身の回りのものをね、調べてほしいんです。そしたら、T シャツが破れてたりとか、あの、自転車の、あの、例えば座るところがバットで殴られて破れていたりとか、カバンがボロボロになってたりとか、そういうことがあると思います。うん、で、やっぱりね、飛び蹴りとか何でもないって思ってる中学生多いと思うんですけれども、やっぱり、小さく生まれて140センチあるかないかの子供に160センチぐらいある